ロサンゼルスはアメリカ海軍の重巡洋艦、ボルチモア級重巡洋艦の13番艦。艦名はカリフォルニア州ロサンゼルスにちなむ、その名を持つ艦としては3隻目。ロサンゼルスは1943年7月28日にペンシルベニア州フィラデルフィアのフィラデルフィア海軍交渉で寄港し、1944年8月20日にフレッチャー・ボーロン・プジによって浸水する。 1945年7月22日に、ジョン・エース・ナッケンバーグ艦長の指揮下収益した。グアンタナモ湾での調整後、ロサンゼルスは10月15日に、極東へ向けて西海岸経由で出港し、1946年1月3日に上海に到着する。翌年にわたって、第7艦隊に所属し、中国沿岸、西太平洋、マリアナ諸島海域で活動し、 1947年、1948年4月9日に、ハンターズポイントで退役し、太平洋予備役艦隊で保管されるが、1951年1月27日に、ロバート・イヌ・マクファーレン艦長の指揮下最終役する。朝鮮半島での共産勢力に対抗するため、ロサンゼルスは5月14日に、極東へ向けて出港し、5月31日に、韓国水域で、 アーレバーク提督率いる第5巡洋艦隊に合流する。続く6ヶ月にわたって朝鮮半島水域を東部の港南から西部の海州島で艦砲射撃を加えた。12月17日に本国に帰還、オーバーホールと訓練を行い、1952年10月9日に朝鮮半島水域へ2度目の展開を行う。10月11日には、 敵の沿岸砲台に対して、艦砲射撃を行う。その後数ヶ月間にわたって、地上部隊への支援射撃を行い、第七艦隊の高速空母部隊と共に、日本海を巡航した。1953年3月末から4月初めに、かけて、元山市への艦砲射撃に加わり、敵の沿岸砲台からの砲撃で損傷を受けるが、砲撃任務は4月半ばまで継続し、 その後本国へ帰還5月15日にロングビーチに到着する。1953年11月から1963年6月まで、ロサンゼルスは8回の極東展開を行い、平和維持を支援するため、第7艦隊と共に巡洋艦部隊の帰還として活動した。フィリピン、沖縄のアメリカ軍基地、韓国、香港、オーストラリア、台湾の国連軍基地を拠点として、 日本沿岸から日本海、航海、東、シナ海、南シナ海で作戦活動に従事し、1956年の金門島事件では中国人民解放軍の攻撃から台湾を防衛のため台湾海峡を巡航した。太平洋西部で展開が終了するとロサンゼルスはロングビーチから西海岸沿い、太平洋からハワイ諸島で活動した。 最後の極東展開が終了すると1963年6月20日にロングビーチに帰還し11月15日に退役サンディエゴで予備役艦隊入りするその後1975年にスクラップとして廃棄されたロサンゼルスは朝鮮戦争の先行で5つの従軍聖賞を受賞した単々の冒険第19巻航海のサメ日本艦が登場 関西していた SC の攻撃によって、タタンラの危機を救った。ありがとうございます。